私が住んでいる市のホームページに特例給付金の申請を郵送により申請書を5月20日に発送しましたと記載がありました。我が家には5月21日に到着したので急いで記入をし、郵便局の窓口で5月21日にお友達の分と合わせて郵送しました。それからしばらくするとホームページに大変混み合ってるとのことで、2、3週間はかかるというお知らせでした。いつ入金するか案内のハガキはないということだったので、1週間経ったあたりから通帳記入するようにしました。するとまだ入ってないだろうと思って6月4日に通帳記入しに行ったら、なんと6月3日に入金がありました。友達の分も記帳したのですが、友達は4日現在入金がありませんでした。同じ郵便局で同時に出したのに、なぜか我が家の方が先に入金がありました。どんな方法で選別しているかは分かりませんが、出してからちょうど2週間目で入金があったので、まだ申請書が到着されてない方はできるだけ早く申し込めば2週間で入金されるかもしれません。